アマゾンハブ、思ったよりいいかも。こんにちは、あちまるラジオ、あちらじのお時間です。はい、今日は気になってる、僕が結構個人的にね気になってるアマゾンハブっていう、まあ新たなシステムっていうんですかね、まあ新たなアマゾンの、まあ、この配達のやり方みたいなのをね、俺結構先月かな、なんかまあ動画出したんですけど、まあこれからね、そのアマゾンハブっていうのが、まあちょっとずつ、まあこのなんか皆さんこう浸透してって、まあやり始めてる人が結構いると思うんですけど、まあ僕もちょっとこう気になってて、僕滋賀にはまだ入ってないんですけど、まあそのアマゾンハブが気になってて、だからまあその記事とかね、いろいろこのちょいちょい探してたら、なんか素晴らしいブログをね書かれてる方がいまして、その方のブログを見つけまして、アマゾンハブについてまあ詳しくね書かれてたので、まあ今回ちょっとこれについて皆さんの情報を共有したいなというので、動画を撮っております。はい、ということでチャンネル登録と、グッドボタンと僕概要欄にね軽貨物の稼ぎ方のノートも販売しますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで早速なんですけど、皆さんアマゾンハブってなんぞやみたいなねアマゾンといえばデリープロと、アマゾンフレックスとこの2つしかないんじゃないかって思われてる方が多いかなと思うんですけど、なんとですね、つい最近アマゾンハブというなんかまあようわからんシステムができまして、そのシステムというのがですね、アマゾンデリバリーパートナープログラムとは、アマゾンハブデリバリープログラムとは、地元のお店や企業が、本業の空き時間やアイドルタイムなどの隙間時間を利用して、ご近所さんへ配達をして、収入を得るというね、プログラムなんですよ。だから、アマゾンフレックスとかアマゾンのデリブロって、まあ、広範囲じゃないですか。まあ、かなりの広範囲を、まあ、1丁目、2丁目、3丁目とか、まあ、それなりの広範囲をね、軽貨物、軽バンを使って、配達してるじゃないですか。そうじゃなくて、ほんまのご近所さんですよね。自分の住んでるご近所さんに配ろうっていうね、まあ、感じなんですよ。で、まあ、だから自分で行ける徒歩とかね、自転車とか、そういうなんで、台車を押しながら、ガラガラ押しながら、ご近所さんへ配るとかね。で、それを誰がやるのかっつったら、地元のお店とかね。まあ、そういった企業がやられるということで、で、その荷物は、じゃあ、どこに届けてくれるのかってなるじゃないですか。それは、例えば、まあ、お店をやられてる方やったら、そのお店に直接トラックで荷物が来て、で、そこで、下ろしてくれるんです。荷物はね、受け渡ししてくれるんです。んで、だから、まあ、お店で、まあ、例えば飲食してて、まあ、ランチタイムが終わりましたと。で、まあ、その、夜のディナーまでね、まあ、5時開店まで、時間があると。そういった隙間時間とかに、配達に行けるわけですよ。荷物はそのお店に届けてくれるから、そういった配達時間にちょっと配達行ってくるわっつって、その休憩時間とかにね、台車をガラガラ押しながら、ご近所さんへ、ね、まあ、10個、20個とかの荷物を配りに行くみたいな、そんな感じなんです。ほんで、まあ、大体、1日の流れとして、まあ、午前中にね、荷物が到着すると、自分のお店とか、その事業所、まあ、お店じゃない、例えば、事業所とかあるじゃないですか。その事業所とかにもね、まあ、届くということで、まあ、そこでお店が届いて、荷物が届いて、集荷をして、で、契約的に16時までに一周を終わらせんとあかんみたいなんですよね。これをなんか読んでる限り。なんか、まあ、不在がなかったらもうそこで全部落としてしまえば、でもアマゾンなんで、置き配じゃないですか。ほぼ置き配なんで、で、まあ、荷物もまあ、10個、20個とかなんかな。まあ、多くても50個もないんじゃないかな、近所とかやったら。まあ、そんなもんやと思うんですけど、まあ、大体ね、まあ、そんなに、ないじゃないですか。ほとんど置き配なんで、そんなにね、直接の手渡しって、そこまでむちゃくちゃ多くはないと思うんで、まあ、だから大体ね、まあ、一周で全部落としてしまったら、もうそこで終わりなんですよね。ただ、不在があった場合は、もう一回行かんとダメなんですよ。で、それは、やっぱデリプロとかアマゾンのね、アマゾンフレックスとかと一緒で、まあ2周目、3周目とか回って、やらんとダメなんですよね。まあそこは一緒かなと思うんですけど、まあでもほとんど落とせるかなと思うんですけどね。だからまあ、だから、デリプロとか、アマゾンフレックスとかの違いっていうか、
まあ、ここが一番大きな違いかなって僕が個人的に思うのは、ああいうなんてその時間でいくらとかじゃないですか。まあ、だからアマゾンのデリプロとかやったら日当いくらみたいなね。この個数関係なく日当いくらじゃないですか。まあ、アマゾンフレックスもオファーでね、まあ、6時間1万2000円とかね。まあ、なんか、そういうの時間じゃないですか。ただ、このアマゾンハブっていうのは、個数単価なんです、よね。個数でいくらみたいな感じなんで、だからその落とせたら30個来て、30個全部落としたら、まあそれがね、30個分報酬もらえるけど、言うたら30個来て、それ全部、持ち戻りとか不在やった場合、0円なんですよ。んで、当然その、まあ閑散期みたいなのあるわけじゃない。忙しい時期と、まあ暇な時期があるんで、暇な時期で、自分の住んでる地域がね、2、3個とかしかなかったら、もう報酬そんだけなんですよ。2、3個分の配達料しかもらえないみたいなね。だから、デリプロとかやったら、まあ1時間と、まあ1時間はないな。1日いくらとかね。アマゾンフレックスも4時間いくらとか、まあそんなんやけど、まあ安定してね、その金額は決まってるけど、まあだからその辺のね、個数単価みたいな感じなんで、まあこの値段の、まあ変、まあだいぶね、違うかなと思うんで、住んでる地域にもってね、やっぱ、全然、その人口密度とかにもよって違うでしょうし、僕みたいな住んでるところなんかな、もう、まあもう、ないと思うんで、そんな1日1個2個ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ほんで、まあ2023年2月ですよね。今現在の対象地域というのは、東京、千葉、埼玉、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡という、滋賀を飛ばされてるんですけど、まあまあまあ、滋賀はないでしょ。まあ、この旧都道府県で、まあこれからね、拡大していくかなと思うんですけど、まあでも僕のところには来ないでしょうね。来ないけどやってみたいなっていうのはあるんですけど、で、どうやって登録するかって言ったら、まあそのホームページから、資料請求して、面談して、まあ契約するみたいな。だからまあ軽貨物で配りたいみたいな方はそこでね、まあいろいろ免許証とか、その車検証とかいろいろ、なんかまあそういうのは提示しんとあかんかなと思うんですけど、でもどうですか皆さん。僕は結構ありじゃないかなと思うんですけど、特にね、まあ東京とかそういうところに、都内の方に住まれてる方とかやったら、フードデリバリーをやるよりね、下手しいいんじゃないかなと思って、このフードデリバリーで全然並ん時とかね、まああると思うんですけど、まあそういう時に、まあ安定してね、収入はまあ得られると思うし、もの隙間時間とかはね、全然使えると思いますし、まあ個人事業主やったらいいんでね。で、例えばその、マンションとか住まれてる方やったら、個人事業主でね。で、マンションとか住まれてる方やったら、その、まあ部屋がね、この事業、登録とかされてて、で、まあ、そこの部屋まではね、届けてくれなくて、エントランスでね、荷物の受け渡しになるみたいなんで、そっからちょっと部屋まで、アマゾンバッグあるじゃないですか、あのバッグね。あのバッグを持ち上げるのちょっと重たかったら嫌やな、みたいな、そういう、まあ、ちょっと細かなストレスはあるかもしれないんですけど、まあ、だから、まあ、でも、まあ、そんな全然知れてると思うんでね、宅配とかやられてる方やったら。だから、まあ、自宅まで来てくれるっていうのは、非常にでかないですか。だって僕らいつも取りに行くじゃないですか。その拠点まで取りに行って、順番待ちとかしてね。前の人が積み終わるのあって、あんで、まあ、空いたら車止めて積んでみたいなね。そういうなんやって、んで、荷物配って、んで、またこの拠点帰ってとかね。そういうのあるじゃないですか。それが一切ないんですよ。それだけで、むっちゃ楽じゃないですか。行かんでいいんですよ。だって来てくれるんですよ。家まで。荷物を届けに。だから、これもでかいなと思って、むちゃくちゃストレスないやんと思いますしね。だからいいんじゃないかなと思って。まあ、まあ、時間給じゃないっていうのがね、ちょっと、あれかなと思うので、まあ、だから売り上げがね、まあちょっと0円になっちゃうみたいな、そういうところも出てくるし、やっぱその住んでる地域によって、まあ、平均ね、10個もないみたいな、そういうのになっちゃうと全然稼げないかなと思いますし、その不在やった場合ですよね。その荷物は、最長3日間にわたり訪問しないとダメらしいんですよ。だから、多分、Amazon Flex とかデリプロやったら、その荷物1回倉庫に戻してね、まあ、買えるじゃないですか。多分それができないんですよ。もうその3日間は持っとかんと多分ダメなんですよね。その辺のストレスもちょっとあるかなと思いますし、特になんかこの、どうなんやろな。この荷物、まあ、持っとかんとあかんし、例えば部屋とか行ってて、喫煙されてる方ってね、タバコの匂いとかついたらまたそれはそれでクレームとかなるやろうし、その荷物
をね、丁重に扱わんとあかんっていうストレスもちょっと出てくるのかなと思うんですけど、いやまあ不在時の時のまあ面倒くささはあるかもなと思うんですけど、まあ、総合的に見て僕は結構ありやなと思うんですけど、だからもうちょっとやってみたいな。ちょっとやってみたい。いや、でも来ないんですよね、僕の地域に。だからここの動画を見てる人でやってる人いんのかなと思ってて。やってる人いるんやったら、その実際、その、どれぐらい稼げるのかね。このちょっと知りたいなと、月単位。月で、まあ1日単位は絶対ね、まあこの日によって全然ちゃうと思うんで、月で大体どれぐらい稼げるのかなと思うんで、それ気になるなと思って。で、どういう人が、この記事に書いてるんですけど、どういう人が向いてるのかっていうのは、自分のペースでゆっくり働きたい人と、隙間時間に近所を配送というコンセプトなのと、1日の配達個数は自分で選べるの、自分で選べるので、Amazon Flexやデリプロのように車パンパンに荷物を詰め込んで、毎回違う場所への配送ということはありませんと。午前中の定期が終わってからゆっくり稼働してもいいですし、昼過ぎに予定がある場合は、午前中に一周終わらせてもいいと思いますと。だからまあ、それで、アプリでのね、この仕事が安定して取れなくて、ストレスを溜めている人とかに、だからまあ、そういう人にとっては、非常になんか繁忙期やセールの時期はオファーが割増しで余っていることも多いですが、閑散期とかね、基本的にオファー争奪戦となるので、希望のブロックが取れずストレスを溜めることも多いと思いますと。Amazon ハブデリバリーは、オファーの余りを確認したり、スワイプ合戦に参加しなくても、毎週決まった曜日に荷物が届くので、スマホを見てオファーのありなしを気にしたり、希望のブロックが取れずストレスを溜めるということはありませんと。ただ、設定した地域の注文が少なかった場合は、あらかじめ設定していた個数より少なく届いたり、荷物が届かなかったりということもあるそうですと。なんかあらかじめ設定できるみたいですね、個数を。ただまあ、まあ、30個とかね、設定したとしても、まあ全然ね、荷物が届かなかったりとか、まあそういうことはあるみたいなんですけど、でもまあ、その個数も設定できるということはね、だから、これからやろうかなみたいな、これからちょっと宅配やってみたいなとか、ただその Amazon やってみたいなっていう興味がある、あ、ここにも書いてる。配送に興味がある、個人事業主。配送には興味があるけど、いきなりたくさんの荷物を渡されるのはちょっと、という方には、スタートの目安が30個から50個と、少量の荷物を目安としているので、配送の触りを経験するには大きな負担やプレッシャーもなく、配送できると思いますと。また、いきなり軽貨物事業に参戦すると考えると、やっぱりね、やっぱりそこは車を用意しなければいけないというリスクがありますと。ただ、Amazon ハブの場合は、徒歩や自転車で配達ができるので、金銭的なリスクを負うことはなく、経験をすることができますと。まあ、もう、いいですよね。ほんまに、まあ、やってみたいけど、実際どんなんかわからんと。いきなりね、まあ、車を用意して、100万、150万のね、車を用意して、荷物パンパンね、100個ぐらいの荷物を渡されて、じゃあ行ってきてみたいにやって、実際できませんでしたと。で、僕も軽貨物自体僕には向いてません。やめます。じゃあこの車もいりませんってなった時に、まあ、このリスクしかない。金銭的なリスクしかないし、だからまあ、そういう人のためにね、一回この Amazon ハブで、どんなもんか、ちょっと触りをね、まあ1日20個30個とか配ってみて、30個を配って、あ、こんな感じでやるのかみたいな。いや、これやったら、まあ、台車とか押しながらね、まあ20個30個配って、これやったら、車を使ってね、いけるかなみたいな。私やったら、まあ100個ぐらい、僕やったら150個ぐらい、もしかしていけるかなみたいな、そういう自信が出てきたらね、本格的にそっちの道に行くっていうのもね、一番まあ、金銭的なリスクはなく、なんか合ってるか合ってへんかっていうのをね、確かめられるんじゃないかなと。あと、運動にもなりますしね。走るついでって言ったらあれやな。だからまあ、運動のついでにね、歩くついでに、散歩のついでに配達できて稼げるみたいな。そういうメリットもあるんでね。いいんじゃないかなと思って。だからまあ、いいですよね。新しいですよね。で、まあ、その地域でね、そういう、すごい多い地域もやっぱあるじゃないですか。まあ、都会の方とかやったら、あ、この一丁目いつも多いよな、みたいなね。こういう地域あるじゃないですか。その一丁目のところにAmazonのハブのそのデリバリーの人がいたら、その人がね、まあ30個とか抜いてくれるから、もうそこの
1丁目で30個抜いてくれるだけで、デリプロの人とか、アマゾンフレックスの人はもうめちゃくちゃ楽になるわけじゃないですか。だからね、やっぱそういう意味でも、すごいそのリスクがね、リスクというかその負担がね、分散されるので、いい試みかなと思いますし、その30個ね、30個ぐらいの報酬やったら知れてるかなと思うんですけど、それでもやっぱ積み重なったら、それなりのね、まあお小遣いにもなるやろうし、非常になんか考え、よく考えられたシステムやなと思うんですよ。で、1丁目、2丁目、3丁目、いつも多いけど、その1丁目にもデリバー、アマゾンハブの人がいて、2丁目、3丁目にもアマゾンハブの人がいてって言ったら、その全体的に見てね、荷物の、個数がだいぶ減るやろうし、アマゾンのね、デリブロの人とかの負担もね、やっぱだいぶ軽減されると思うんで、まあいいですよね。ただ報酬がね、安定しないっていうのがね、あるんで、まあもちろんメインでは絶対に無理ですけど、まあ小遣い稼ぎ程度にはすごい、どれぐらい稼げるんやろうな、1ヶ月。まあ例えば週、まあ週1は無、まあ週1、まあ週2やったとしても、まあ、2、3万とかそんなもんなのかなと思うんですけど、でもまあ、いい小遣い稼ぎにもなると思いますしね、数万円稼げるだけでもね、やっぱりそのあるとないとで全然違いますし、その、まあ、フードデリバリーでも全然ならん時間帯とかあるじゃないですか。もう全然今日はならんかったみたいになるけど、このアマゾンハブでね、あれば、この収入のね、まあ副業の一つの柱となるんじゃないかなと思うんで、全然いいなと思って。まあ、これから、これ期待ですよね。僕がやることはないかなと思うんですけど、まあ皆さんのね、だからまあ安定して取れるというので、だからまあ今のうちに登録してちょっとやってみるっていうのもいいんじゃないかなと思って、人気が出たらね、これも取れへん可能性もあるんで、今のうちにね、やってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、今日はアマゾンハブについてちょっとね、まあハブといえば、僕全然話脱線するんですけど、昔ハブという、バーなのかな、バーみたいなところでまあちょっと働いてたこともあるので、まあこのハブというね、でこの辺僕関西やったら京都にあるんで、この京都のハブ結構飲みに行ったりするんですけど、だからまあそのハブっていいですよね。何の話、東京でもある、京都にいっぱいあるじゃないですかハブって。でもね、だからまあ僕が働いてたところはね、このハブ潰れちゃったんですけど、まだ東京にもいっぱいあるんでね、今度ね、またちょっと話脱線するんですけど、埼玉に、ね、出張行くことになったんで、その時にね、ちょっとまたハブなんかまあ向こうの行きたいなと思うんですけど、まあだからその時にね、ちょっとオフ会とか、あ、そうそう、その話をしようと思ってたんや、今日ほんまはその5000人行きまして、ありがとうございます、チャンネル登録5000人行きまして、その話をしようと思ったんですけど、どうしてもアマゾンハブの話がしたくてちょっと変えちゃったんですけど、ちょっと次ほんまにまあいろいろなちょっと喋りたいことあるんで、いろんなお知らせもあるんでね、その辺もまあすいません、次はその話をしたいと思いますので、ぜひちょっとお待ちください。はい、ということで今日はアマゾンハブについて喋らせていただきました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。